いです。あ、こんにちは。だいぶ荒れちゃってるな。これは欅かな。もう一枚大きな岩になってます。熊野では薬師さんにお参りするときにこういった穴の開いたものを備えます。耳がよく聞こえる、目がよく見える、鼻がよく通るとかね、そういう意味があります。虫食い岩になってるね。足が硬いのはこれが足硬いになってます。左足やね、これは。